白いモバイルバッテリーしな、ね、ステッカー貼ってあるやつ、いや足んないですね、あれまたなくしたな、あった、俺のあった、何探しとん、あ、Wi-Fi です、あ、フルチレシ、女の子もいるといいな、今日はリスナーさんにもらった、なんかその姫ちゃん図が来るかもしれなかったみたいな、アディダスで、これないここもアディダスで、どうでしょうか、もしかしたら読んだら来てくれる、寝起きで目が腫れてる、ナイスお願いします、焼肉10人おごったらいくらかかるかな、ちょっとみんな集めて、お腹空いちゃった、昨日飯行くっつってさ、腹減ったっつって何も食ってないから、ナイス、ありがとうございます、広角レンズはなく忘れちゃった、ませやん、あーね、ちょっとみんな電話する、トム何してんの、もう行こう、ラジオする、分かって支度するって、ありがとうございます、お店ありがとうございます、ちょっと一回そのお店行くわ、うん、お店、トム、まだ2日間もマジで、あと5分ね、ナイスお願いします、予約してないと、予約なんか検索して出てこないんだよね、行きたいお店が、その辺のまあね、ちょっと行きつけがあるんで、行きつけに行こうかなと思いますけど、アルパルに連絡しなくていいの、ゼロワンさんが読んだらあと4人あっという間に集まりそうです、何時から、今からパルパル、パルパルさんも向かってるらしいです、本当、はい、カンキさんは来ない。パラパラさん、パラパラさん一人です。触らなかった。お風呂入ったばっかり。あ、そう。あ、そう。グミちゃん。そう、グミさん。お風呂入ったばっかり。メガホンありがとね。暴れるにゃんたって誰？バレニアンタって誰です、ね、でも茨城の人だよ、あ、うん、遠い遠い遠い、ちょっとパラパラさん、はい、それです、あ、メガホンもください、メガホンもお願いします、久しぶりにお風呂入りました、あ、ケイさん花見ます、よかった、誰かいるか、他にで、交互行って、カレンちゃんさんにかけてもらいます。カレンちゃん。カレンちゃんは、まだ声かけてないです。メガホンあります。パル来たらな、すぐ集まるのに、ちょっと。配信1本。うん、寝てるか。浅見ちゃんと揉めてるんだよ、やっちょっと野田総理さん、あ、メガホンあります、その辺は多分、大手のところは、あ、サータンおいで、焼肉行こう、サータン来るんだよ、行きたいって言ったんですよ、善逸誘ったらバンって言って言うから、善逸これ、
片っ端から歌舞伎町にいそうな人、正明とか帰ったから歌舞伎町にいるような人、サータン誘うとグミ、いや、それ喋らせないからいいよ、うん、絡ませないから。サータン来るならいけない、ごめんって言ってますね。あ、そうなの。いや、無視しときゃいいじゃん、グミちゃん。仲悪いんですかね。やだ。いや、だったらじゃあ先にグミちゃん誘ってるから、じゃあサータン呼ぶのやめるじゃん。もう人に電話してこなかったら、そこら辺にいる人に声かけてやろうか。そうです。もう配信者じゃなくていい。お腹空いちゃった。とりあえず白壁前集合ね。皆さん白壁前集合です。配信者の皆さん。いや、サータンちょっとごめん。うん、ちょっと久しぶりにグミちゃんにもこの髪型で会いたいし、グミちゃんとツーショット撮らないと。ネオさん、今から焼肉行かないですか？どうしたの急に。いや、ネオさんにやっぱ会いたくなっちゃって、また何が言ってんです。こないだすみませんでした、ね、いえいえ、そう、白壁前で待ってるんで。え、俺全然今遠いとこにいんだよ。ああ、そうなんすか。わかりました。まあ、でも近いし、飯でも行きましょう。はい、わかりました。はい、またお願いします。トシさん、この辺に今らしいです。あ、そうなの。はい。朝陽さん、どうでした。朝陽も電話するわ、はい、誰も電話出ないわ。急にかけてもね。バドーさん、バドーさん揉めてるっすよね。出ないね。あ、眠りのとこ帰ってるんだ。じゃあダメだね。昨日眠りちゃんが血まみれなの。あー、うん。たまちゃん、はいはい、焼肉行こう。たまちゃん焼肉、うん、今から白壁前で待ってる。うん、え、白壁前で待ってるね。え、誰といいの。うん、いろいろ。3時半までに来て。いや、3時半なんで。3時半ぐらいまで。すっぴんでもいいから。顔出ししなくていいから、焼肉おごるから。今日？うん、今から。今からか。うん、行けそうなら連絡する、うん、3時半まで。うん、ちょっとじゃあまた後で連絡してもいい？うん、待ってるね。うん、はいはい、はい。いや、野田さんはこの寄せ集めに。よっさんはどうする？よし。この誰でもいいみたいな、この感じが寂しくなってくる。そう思わないみたいな。確かに。ね。横山みどりさん。誰でもいいから誘おうぜ。みさみさ。ん？みさみさってコメントです。なんでこんな必死なんだろうな。ラジオありがとうございます。トム見つかった？誰かが間違えて持ってったんじゃない？
Wi-Fi 使ってる人誰だっけな、他にいたじゃん。もうダメだ。姫ちゃんズはなんかご飯も食べてしまったからみたいな言ってたんですけど、もしかしたらもうダメだね、お酒飲むだけとか言って誘えるかもわかんない。諦めよう。うん、諦めようって探しても全然出ないです。やっぱ俺の兄弟に電話するわ。ちょっと無理がないかい。LINE でやり取りしてるから出ると思うんだけど、フレンズ貸してくれない？部屋に忘れちゃった。あとで自分いいですか？出ないなぁ。はい、マサヤンさんにかけます。かけた。どこでやるの？これつけてきます。うん、ナーゴーさん、マーちゃんさん、マサヤン。ごめんね、さっきやわ、うん、どうした？今から焼肉行かない？今から、うん、夜ぐらいまで俺ちょっと焼けへんな、今日。ああ、そっか。そう、うん、分かった。じゃあまた誘うね。うん、ありがとう、うん、ありがとう。はーい、はーい。誰？グミちゃんぐらいか、確定は。新やっちさん。あ、新やっちと、はい、はるばるさん。これからも電話出ないから、なんで出ないんだろう。さっき電話の電話出ました。そう、でも LINE でどこでとか聞いてるから。ありがとう。まあね、気分屋だからね、みんな。これ画質悪くない？ナーボーさん、いいですよ。誘ってくると思う？来ないですよね、うん、なんか。そうだね、もう花から分かってる人は呼ばなくていい。確かに、大体、うん、いいじゃん。いきなり誘ってくるわけがないね、うん、今から焼肉行きますとか言ってこないでしょ、うん、野田さんとかも。あ、じゃあ行くわってならないし。そんな、うん、そんなわけやない。行こうぜ。はい。奈々ちゃんとかも、じゃあ行くわとか言わないでしょ。だからね、もう行くなら行く、来ないなら来ないってはっきりしてほしいな。焼肉やってるよ。うん。じゃあ普通に声かけるわ、その辺に。うん。暴れるにゃ、みんな声かけてきて、じゃあ。うん。みんなが枠で誘ったりして。行くよ。はい。あ、奴隷にされてた養分さんいらっしゃい。なんか昨日無理やり脅されてやってたんだって、あの金林さんに言ってたよ、夜中に。ちょっとトム誘うか。ほら、誘ってみ、焼肉。うん？気にしなさい。すいません、焼肉行かないですか？一緒、焼肉おごるんで。あ、分かんないです。分かんないですって。通行人に聞いて。ちょっと誰が誘えるかバトルやる。ああはははは。今7人でしょ。だからもう確定がグミちゃんしか来ないんだから、まあもう適当なんだから。エイメンさんです。ああ、エイメンも来ないんじゃない？今いるらしいですよ。嘘。はい。誘ってみて。みんな頑固だからね、配信者。こんにちは。あ、やっちょも。やっちょ来るって。やっちょとグミ？ってことは、3人、5人。あと5人か。あと5人か。予算はとかね、誘ってこないでしょ。竹地はとかって京都でしょ。ちゃんと考えて
考えると多分限られてくる、うん、まず歌舞伎町の近くにいなきゃいけない。まずね、近場でなおかつまあ来そうなタイプ、パル来るって言ってたから来るんじゃない？うん、和道さん、ね、こまちゃん千葉だからね、うん